今僕現在69歳なんですけど、だから30年ほど前かもうちょっと前か、35年くらい前か、ちょっと正確じゃないかもしれないんですけどね。話題になったとか、例えば花九郎さんの写真とかね、うん、あと、まあ、長谷川貞夫の作品とか、多分あのバラ族とかあのサブとか芸雑誌でに掲載されているものを見たのが多分最初だろうと思うんですけど ね、うん、ね、まあ、ただ雑誌や芸雑誌やなんかもかなり持ってる、バラ族とかかなり持ってるサブとか割と持ってるものからそれほどでもないものまで完璧にこれあの全部バックナンバー持ってるとかってそういうのはね、そういうのはないんですよね。うん、だからまあ量だん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 量的には増えてはいったんですけど、自分のセクシュアリティ、ゲイというセクシュアリティをそのままこうがそのままあのなんていうか投影できるというか受け入れてもらえるような、逆に言うとあの自分と似たようなそういう性的な関心をね、あのさこういう絵画なり写真なり作品にしているというそういう方もいるんだっていう、そのなんていうか共感というか安心感というか、うん、それこそ自分をこうあのなんていうか自分を肯定できるそういう一つの材料みたいな。田亀さんは割とあのゲイアートの中でも特に今の現代日本のゲイアート作家の中でもよりこうあの例えばあのヨーロッパ とかであの展開するとかね、あるいは単にあの芸雑誌だけじゃなくて割と一般 の、 あの雑誌やなんかにもこう 作品発表するっていう、まあ、視点をね、視野をこうそういう意味ではあのより限定され、割と狭いそういう芸アートという世界からより広範なね、広い、さっきも言ったかもしれませんけど、初期の頃は書き手の側もそれを鑑賞する側も隠れたような、どうしても自分自身をこう肯定的に受け入れられ、なんていうかな、関われないような状況の中で書く方もあの鑑賞する側もあの時代とともにあのそれが変化して、もうあのゲイであること、あるいはそのゲイのを対象にした作品をね、写真にしろ絵画にしろ書いたり、それを受け入れる側も割とあのそういう意味ではあのよりこう、うん、自由に開かれた形というか、うん、まあ、完全に自由になってるというわけじゃないでしょうけど、そういう意味では社会的なこう拘束とか縛りとかがね、あの少しずつこうあの緩んでいって、それは僕は非常にいい流れじゃないかと思うんですけどね。かといってここに来る方でも やっぱりまだこうここに来ることそのものがね、かなりこう勇気がいるっていうか、そういう感じの方も。